GHSTV をご覧の皆さん、こんにちは、大輔です。今日のヘアアレンジはこちら、首周りを涼しくするヘアアレンジです。暑すぎて首周りを涼しくしたいと思った時には、ゴムとピンと U ピンがあれば化粧室でサクッとヘアアレンジができます。では動画をご覧ください。では作っていきます。今回はですね、ダイソーのカーラーをですね、使って、このように、巻き髪を作っていますが、ストレートでももちろんできるスタイルです。最初に軽く中間から毛先だけでも巻いてあげた方が、まとめた後の動きだったりとか、まとめる時がやりやすいんじゃないかなと思います。まず最初にですね、このように手ぐしで髪をまとめていきます。このようにまとめていったら、左側の、今回は左側です。右でもどっちでも大丈夫なんですが、一箇所にまとめて、このようにゴムでまとめていきます。こんな感じです。でこのようにまとめたらですね、これを左側ですね、自分の手前側の方に、このようにねじっていったら、このようにこっち側に持ってきてですね、そのままこのように巻き、ゴムの周りに、毛を巻きつける感じで、このようにして巻いていきます。このようにまとまったらですね、 U ピンで、このように留めていきます。でまとめたらですね、このようにしてU ピンで止めていきます。で根元がしっかり止まるように止めていってください。あと、しっかり止めたいところは、ピンを使って根元とこのまとめた髪を一緒に止めていきます。このようにまとめたらですね、サイドから、トップが一番メインになってくると思うんですけど、少し、引っ張ってあげてボリューム感とかを整えていくといいと思います。トップのボリューム感を整えたら、ここは好みで自分の好きなように少し、動きがあった方がいい方は、ちょっとこう引っ張って表面の部分ですね、表面の部分を引っ張って、整えていくと。整え終わったらですね、しっかり根元をもう一度固定させていきます。このようにしたら完成です。